映像というのはね、最初はフィルムなんですよね。ビデオ、コンピューター、もう今や IT 社会ですね。その変遷はね、まあいい記者がいたんだ、いい記者がいたおかげですが、まあ実にうまく乗り切ってきたとか対応してきましたね。そういう意味ではね、やはり、まあ、この業界でも一番古いと同時にですね、まあ、普通業界史とくくりますけど、業界史というイメージじゃなくてね、完全なまあ専門誌ですね。したがって経済界でも結構その注目されておりましてね、いわゆる小さな新聞社ですけれども、そういうふうなこの地位というのは結構高いと自負しておるんです。日本からね、もっともっと海外に出ていただきたいというね、我々はそのいわゆる40何年の、まあ、いわゆる情報を蓄積しておりますのでね、それをきちんとこう整理してですね、そういう意味でもやはりこの日本からね、海外に出るというのをね、お手伝いしたいというふうに思っているんです。 NAB というのはナショナルアソシエーションブロードキャスターといいまして、全米の中央アジア放送局で、まあ、テレビ局500社、ラジオ約900社、ちょっと考え方がね、数え方が難しい、日本で違うから数え方は難しいんですけど、まあ世界最大の放送事業者の団体ですね。 NAB ショーのツアーは、来年で34回になるんですね。延べ3445名の人を過去に送っておりますけれども、来年もやはりこういう時期ですけれども、うちは徹底的な情報を提供して行った人に喜ばれるというふうな方針で今ツアーを募集しております。